こんにちは、フースターの丸山です。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんやりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回ですね、ジブリ宮崎駿の最新作君たちはどう生きるかですね、これのレタバレなしレビューやっていきたいなと思います。まず僕が今作どういう感じで、どういう雰囲気で見に行ったのかっていうのと、その後にネタバレなしで、レビューしていきたいなと思います。プロモーションがねマジでネタバレがないプロモーションだったんで、まあそれに準じてね、今回のコメント欄、もしコメントしてくれる人いたらネタバレなしでお願いしたいなと思います。それじゃあやっていきましょう。はい、まず僕ねジブリマジで素人です。先に言っちゃうと、はい、これはすいません。最後にジブリを見た記憶は中学の時にハウルの動く城を学校で見たなという感じですね。あとはまあ金曜ロードショーでやってた作品をちっちゃい頃見てたかなというところです。なんかなんとなく話知ってる映画あんま触手が伸びなくて、僕全然知らないやつを優先で見てたら優先順位がおのずと下がってしまったっていう感じですね。別に嫌いとか変な偏見があるわけじゃないんですけど、タイミングあったら見たいなとはずっと思ってたんですけど、っていうところで、今回ね10年ぶりですか、宮崎駿の新作やるってことで、あ、じゃあこのタイミングかなと思って、ゼロ知識で行ってきました。だからこの逆にね、この今まで全然見てなかった分、逆にこのど素人のまま見に行ってみようと思って、そういう実験も兼ねて、そのまま行ってきましたという感じです。結果先に言うとね、どうだったかというところなんですけど、いや難しいなと本当にこのなんすか、この実験ど素人のまま行ってどうなんだっていう実験ね、これはちょっと失敗しちゃったなと思いましたね。これはちゃんと勉強していった方が良かったかなという感じですかね。まあとは言いつつも楽しめる部分がかなり多かったことは多かったです。やっぱね絵とか普通にすごいしね、めちゃめちゃ面白い部分は普通にかなりありました。僕の感情の流れを言うと、まずドア玉ね、ドア玉もうすごいなこのアニメーションと思って、いやこのクオリティというかこの表現すげえなと思って、その後序盤ね、うわこういう感じになってくんだと、あこっちの路線で行くんだと思って、中盤になったらうわそっち、うわすげえギア変えてきたわって感じで、あ面白い面白いってなって、で終盤ラストであ難しいってなったと。難解なのか僕が単純に頭悪いのかちょっと分かんないですけど、僕的にはちょっと難しかったなという、そういう着地で終わったかなという印象でございましたね。結果として普通に お値段以上に、楽しめた作品ですね。はい、であとはプロモーションスタイルですね。これは本当にすごいなと、今の時代にポスターだけでやるっていうね、これは本当に攻めてるというか、情報が多すぎるこの現代ですね、この中でこの情報をこの絵一枚だけにするっていう時代を逆手に取った宣伝方法ですね。これはもう素晴らしいなと思ったのと、あと今日ね劇場さっき行ってみたらね、パンフレットを後日発売っていうね、このスタイル、これもねおーなるほどなという感じでした。その今本当にネットを検索するとすぐ答えが見つかっちゃうっていうか、そのすぐねその自分の考えを確立する前にネットの情報を持ってきちゃうことによって、あそうなんだみたいなね、すぐ答えがゲットできるね、世の中になってるんで、そういうところを考えると、この作品どういう話だったんだっていうねところを考えさせる作品であるし、それの答えをねすぐに出さないというか、ね、ヒントもすぐに出さないっていうね、一回自分で考えてみてくれっていうね、そういう宣伝なのかな、まあ、そういう考えがあってパンフレット後日発売するっていうね宣伝方法っていうか、そういう手法を取ったのかなと思いました。これは面白い、うん、非常に面白いと思いつつも、こういうね、まあ、頭悪いながら、映画のレビューをやってるね、チャンネルからすると非常に困るなと思ったりしながら、面白いねとも思う、宣伝だったなと思いますね。まず絵の話からしていこうと思うんですけど、絵はね本当にすごいですね。いや本当に今まで見てこなかったのをちょっと後悔する、普通に後悔するレベルの、とんでもないねアニメーションになってたなと思いましたね。いやすごい。あとね今回ね CG も結構使われてまして、その CG のね部分がねすごく、いい塩梅でうまく取り込まれてたなと思いますね。はい、動きをね見せたいところは CG にしたり、してて、でスピード感を出したりね、まあ緩やかに動かしたり、あとレイヤー分けがねすごい面白いなと思って、手前がね
花とか草がこう風でふわふわさわさわなってて、でここは結構ねリアルめな、絵なんですけど、後ろはね結構なんつうの印象派というか昔の油絵みたいな感じの雲がねこう CG で動いてるみたいな、そういうねそのレイヤーの分け、絵のタッチの分け方とかもめちゃめちゃ面白い。今作ね背景がね、まあ、油絵っぽいね省略されてんだけど細かいねタッチの絵が後ろになってて、その上にジブリのあの感じの、キャラクターがね乗ってるっていうね、めちゃめちゃ面白い絵になってたなと思いましたね。こういうね新しい技術も取り込んで、やれんだなと思ってめちゃめちゃ感心したというか、いやすごいなと普通に思いました。本当に文句なしの、もうこのね絵の構図だったり、なんだこのレイヤーの分け方とか、まあ、絵のタッチとかねそれを見るだけでもむちゃくちゃ価値あるというか、それだけでかなり満足だなと思いました。今回ね音楽久石譲さんですねまたやってるんですけども、僕のジブリのイメージだと結構ねこのポップなメロディアスな音楽のイメージがあったんですけど、結構印象的というか演出的な音楽に終始してるなという印象です。かなり音数少なくて、で必要な時に本当に必要な分だけちょこっとなるっていう感じで、なんと本当に演出の意図というか、しっかり演出の装置の一つとして使われてたなという印象ですね。はい、だからその特にねめちゃめちゃ印象に残る音楽って感じじゃないんですけど、静かに着実に仕事をしているなという感じでございましたね。いや非常にね良かったと思いますね。で、まあ話ですね、ストーリーなんですけども、ストーリーはまあ先ほど言いましたけどもかなり難しい。本当に体調いい時にね見に行ってください。普通の映画よりも場面がねめちゃめちゃ多いんで眠くなる瞬間はないんですけど、頭で整理するのがかなり必要なんで、本当に体調いい時に見た方がいいなと思います。はい、しっかり寝て適度に食べて熱中症にも気をつけて見に行きましょう。まあ、僕としてはかなりいやむずーと思いましたけど、いや普通に面白い。僕がジブリに対するねその苦手意識っていうか、なんだろうねその結構難しそうだなーっていうのがあって、結構、まあ、世界観自体はポップだし、そのドタバタ具合っていうか、そういうところもねなんだろうこのかなり分かりやすくて、ポップでキャラクターも可愛いっていうところがあって、そういう表面はあるんだけど、こう掘ってくとめちゃめちゃなんかもう掘り尽くせないぐらいバックボーンがあるというか、そういうところが若干ちょっとハードル高そうだな難しそうだなと思ってたところなんですけど、意外とそのまんまだったなっていう感じ。うん、その僕が持ってたジブリのイメージそのまんまだったなと思って、難しそうだなと思って上げすぎてたハードルをちょっと下がって面白い作品として見れたなと。僕ねもう一個ね懸念してた部分ですね、あの君たちはどう生きるかっていうこのタイトルから結構その静かでなんかいわゆるジブリ作品っぽくない作品なのかなと思ってたんですけど、いやいやそんなことなくて、普通にポップな部分も、かなりあってね、そこは結構安心したなという感じですね。普通にエンタメな部分がかなりあったなと、思ったよりあったなというところ、それは、いい裏切りで楽しめたポイントかなと思います。帰り道ねナンバーガールを聞きながら帰ったんですけど、で晴れててねなんかね妙に親和性高くてね、まあ、特にイギーポップとかいいんじゃないですかね。はい、あの辺を聞きながら帰る、とてもおすすめです。よければね高評価チャンネル登録コメントの方もお待ちしております。それじゃあねネタバレありでお会いしましょう。それじゃあまた。